F4U に取り付け作業中の5インチファー5インチファーはアメリカ合衆国が第二次世界大戦中に開発したロケット弾であり航空機から発射して対地・対艦攻撃に用いられた5インチファーの前身は1943年6月よりアメリカ海軍によって開発された3.5インチファーであるこれは直径3.5インチで策略なしの非作列弾頭を 備え、空中発射、アスダブ W ロケット弾として、戦隊を、戦士、破壊するために用いられた。このロケット弾は、対地、対艦任務にも十分な命中精度を持っていたが、これらの任務には作薬を用いた弾頭が必須であり、ロケット弾の直径が小さいため封入可能な、作薬の量が制限され、爆発威力の不足が懸念された。従って、 マーク355インチ対空砲弾がこのロケットに取り付けられ、これにより5インチファーが作成された。こちらの実戦配備は1943年12月のことである。しかし、重量が増加したことにより、速度がわずか時速 780km 程度と、性能は芳しくなかった。この欠点を修正するために、バルが開発された。 5インチファーを運用した航空機のリスト、ウィキメディアコモンズには5インチファーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。